こんにちは、ライムです。ということで、今回は全人類待望の召喚獣試練シバ追加クエストが追加追加クエストが追加って日本語おかしいかもしれないけど、はい。ということで、今回はシバの試練 EX1 の攻略やってみました。はい、推奨戦力23万でいよいよね、バカ強コンテンツがやってきましたが、どうですか皆さん、満足しましたか？この難易度爆裂に強いっすね。でこいつがちょっと前ぐらい、まあハーフアニバーサリーの時かのガチャでね、いたと思うんですよ。今後魔法の時代来ると思うんですって言って、その後物理耐性持ちでなおかつ魔法弱点の敵が絶対出るからっていう話したんですけど、結構早めに出たね。この間のエッグカーニバル、エッグイベントもそうだし、まあそれに続いて芝まで物理耐性プラス魔法弱点っていう組み合わせになってるんで、まあこういうことだよと言った通りでしょっていうことなんだけど、まあ強いわ。だから魔法武器育ってない人だと相当苦戦すると思うこれ。まあ別に工場だからその慌ててやる必要全然ないんだけどね。なんなら半年後でも全然いいぐらいなんで、まあ、勝てなければ全然放置でもいいと思います。はい。で、こちらね、詳細見ていくんですが、これ書いてある文字に関しては全く今までの芝と変わんないので、正直ここでお話しすることはないんだけど、だからあと実際に僕がさっき、クリアしてからのその立ち回りと実際どれぐらいのステータス水準があれば勝てるのかっていう話をちょっとしていこうかなと思います。あと敵の行動だね、行動パターンの話。まず、今回の芝は一応ざっくり言うと、推奨ステータスで言うと HP が8000以上と、あと魔防が150付近前後は欲しいかなと。であとね、霊耐性 20% も欲しいかなって思います。今回ただの魔防150程度だと厳しい。何がっていうと、開幕こいつ沈黙からのダイヤモンドダストっていう行動をやってくるんですよ。だからバハムートみたいな感じで、その魔法デバフは入るけど魔法アップがねできないんですよ。基本強い魔法行動に対してはね、魔法アップとかで対処するっていう方法ができるんだけど、できません。だからこいつに対しては魔法ダウン3段階入れるのは間違いない。でその後のダメージに対してはもう HP を上げるか霊耐性を上げるしかないっていう、あともちろん魔法か、素の魔法の数値がそれなりに必要だよということで、この推奨ステータスにしてます。なんで、まあここはねもう最低限守らないと、まあ、即死するんで、開幕マジでバハムートよりも早く死ぬんで、これは本当気をつけないとダメだねと思います。もうだからもう戦う時点で勝つか負けるか決まってる感じするしますね。もうここは最低条件、とにかく開幕のダイヤモンドダストが食らうようでは無理です。まず装備を変えるとこから始めてください。でその最低限の今のこのステータスが揃ってからようやくバトルが始まるみたいなもうそこでなんかもう装備の足切りを決めてるような感じがするんで、まあこれでさえまだ EX1 だからね、 EX にはもっとやばかったんですけど、まあそれはまた別動画でということで、とりあえず後の行動パターンに関しては基本的に普通の芝と変わんないかな。変わんなくはないな、それは嘘だわ、ごめん嘘言った。変わるんですけど、あれは変わんない。そのやってくるダイヤモンドダストと、あと単体攻撃ヘブンリーストライクとかそういったものは変わんない。威力がとてつもなく上がってるよっていうのと、あとそのアビリティ攻撃、ゲージのある攻撃をしてくる前に沈黙が飛んでくるっていうところが違う。だからさっき言った通り魔法アップとか、あと回復もできなくなっちゃうので、そこら辺は注意だね。だからもうあらかじめ HP 全体回復とかで HP をもうほぼ満タン状態に保ってる上で沈黙を食らうような立ち回りにしていかないとならない。もうタイミングは決まってるから、あと覚えゲーだね。何回かやるか、この動画を何回か見てちょっとタイミングを覚えてですね、 HP しっかり回復して沈黙食らってダイヤモンドダスト食らっていくっていうパターンに、まあ、なってくるかなと思います。であと途中でですね、注意したいところはストリームフェーズのところかな。ヘブンリーストライクが終わった直後にストリームフェーズがやってくるんだけど、これがね今までの芝と違って丸サインで破壊できなくて、ひし形サインの13かな
なんですよ。なんで壊そうと思えば壊せるんだけど、ひし形の破壊武器持ってけばいいんだけど、今回はひし形サイン破壊しませんので、あえてね、あえて破壊せずにもうダイヤモンド出すと潔く食らう。でこのストリームフェーズ中に芝がね魔鋼を5段階バフになるんで、それをリミットブレイクでリセットして、レッド13の魔鋼デバフでガシガシ下げて、でなおかつその間に HP も回復させていく。でダイヤモンドダストはレッド13のリミットブレイク魔防アップで耐えていくみたいな感じになってる。でそこまでガチガチにやれば魔鋼3段階とリミットブレイクだと上のステータスがあれば、ダイヤモンドダスト3700くらいに収められるかなと思いますので、うん、まあだから HP によっては別にレッドのね、魔防アップそこで使う必要はなかったりとかするんで、一応まあ保険だね、保険のためにつけてってるっていう感じになります。で HP3 分の1以下になると、あともうダイヤモンドダストねが飛んでくるっていう感じかな。であとまあこれ別にいつもの芝と一緒なんだけど、フォースゲージのアイスエイジ、これで炎属性の攻撃でしかゲージがダウン しなくて、でなおかつフォースゲージが0になると一定時間スタンするっていう仕様は今回の EX1 も変わりません。で一応仕様としては、さっきのヘブンリーストライクとかダイヤモンドダストの行動の後にスタンするっていう仕組みになっているんで、回復とかね、まあ、その他立て直し大ダメージからの立て直しのために、なるべくならフォースゲージは壊した方が安定はしそうな感じはしますね。はい、まあ、そんな感じなんで、まあ、ある程度の火力は最低限持っておきたいところではあります。ということで実際のパーティー編成紹介しましょう。はい、今回こんな感じになりました。うん、まあさすがにちょっとさすがにこのね推奨戦力23万の EX1 ともなると、まあある程度の火力は必要なのかなっていうところになっちゃうんで、ザックス、まあザックスはちょっと許してほしいけど、ザックス以外はまあなるべく下げた感じになります。なるべくね、レッド13になったらこれもう魔鋼デバフが大ですが、まあこれだからまあ2回打てる余裕は全然あるんで、これ別に1突でも全然構いません。1突の魔鋼デバフでも全然いいと思う。もう僕はもうここまで突っちゃってからどうしようもないですが、で IB からも1突だねこれ。はい、こないだっていうかまだやってるかな、新しいガチャで手に入るやつ、これ炎耐性ダウンあるんで、まあ、ザックスの火力のサポートをしていくというのような感じになります。だから魔鋼ダウン打って余裕あったらグロイング IB で炎耐性ダウンしていく感じだね。でマテリアはもう自由です、今回完全に自由。ステータス目的で装備させてあげれば OK ですね。でステータスがレッドが HP が9200の魔防が184で、霊耐性もレベル3発動してますこれ。はい、なんで霊耐性プラス 20% ってことだね。はい、で具体的にはこれです。イフリートグレイブだね、久々に使ったわ。霊耐性アップと攻撃アップで、あとはサウザンドウェイブ HP アップと魔防アップで、あとバハムートナックル HP アップと魔防アップというような感じになってます。であとヒーラーのマットだね、こちらプライムナンバーと、あとミドルディフェンダー、まあこれほぼ使わないけどね、魔防アップ余裕ないからね、これ使ってる余裕が開幕しかないんですけど、開幕ね魔防ダウン受けるんで、それの解除ということで魔防アップ使ってます。であとリミットブレイク、これストリームフェーズの時で敵の魔鋼を解除するために使ってる、復興魔鋼アップを解除ね、これオブレッシブ X で、サブ武器全部、あ全部じゃないごめん、だったビーチパラソルと、あとパンプキン砲、あとバンデージソードが何気に HP アップと霊耐性アップなんだよね。これもう本当に芝用だね、ガチで芝用の武器かなと思います。はい、であとザックス、今回のハーフアニバーサリーのイグナイトストリーム極み、ストリームガードと、あとイフリートソードね、霊耐性アップと HP アップついてるんで、これ採用してます。でサブ武器、今回の配布武器のアシュラ、それからバハムートレイピア、魔防アップと魔鋼アップ、あとクルーバッシュ、HP アップと炎属性力アップっていう感じだね。で、HP が9799の魔鋼が3300、魔防150ということになってます。そんなところでしょうか。はい。で、ザックスが召喚獣フリーと、で、マットが第3リミットブレイク、で、レッドがルナティックハイと
いうことですかね。はい、ライズアビも見たいかな。一応マットこれなんですよね。魔法アップがレベル4、治癒力レベル5、 HP アップレベル4、霊耐性レベル3。さっき言ったように全員霊耐性はプラス20は保持してるん でザックスが HP と魔法がレベル4、霊耐性レベル3、炎属性力アップレベル5、エンジン能技魔法アップレベル4ということですかね。はい、ということで実際にやっていきましょう。さあやっていこう。なかなかシビアなんだよな、ストリームフェイズのタイミングが。まず魔法デバフを入れていく。で、ディーモンドダスト。で、即時回復入れてきます。で、最初はもう回復優先。さっき魔法デバフを食らっていったんで、魔法アップで打ち消ししておいて、で魔法デバフもちゃんと切らさないようにね、打っていきましょう。あ、やべ、失敗しましたね。あれ撃っちゃった。このフローズンベールと同時に沈黙がまたやってくるんで、ヘブンリーストライクを耐えていく。ちょっと遅かったな、ちょっと遅かったな。ああ、失敗した。5段階の状態で入れたかったんですよね、本来なら。マコーダウンをね、もうあとずっとディフェンスシフトでいいくらいだな。さすがにこれだとあれか、ディフェンスシフトゲージが、シフトゲージがえぐい。で、さらにここでルナティックハイ魔法アップ、これで万全の状態でダイヤモンドダスト食らっていくぜ。コアナはもう余裕で耐えるはず、さすがに。全体4700くらい、4500とかそんなもんかな。 OK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 、 いいね。うわ、ダメージえぐっす、えぐし。ダメージ痛えな。魔法アップ状態で通常攻撃あんな食らうんかい。地獄の火炎撃つタイミングを見失ってしまったな。スタンか、ようやくスタンか。でも HP をしっかり回復しておきたい。よし、ここか、地獄の火炎のタイミングは。ようやく撃てた。あと次のダイヤモンド出すのまでいけるかってとこなんだけど、いけなそう。
おお、いけた。よっしゃ。よし、想定が。オッケー。ちょっとミスったけど、ミスったところもありましたが。よしよしよし。よし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 。まあ、こんな感じになりますかね。はい。はい。結構、やっぱ、重要でしたね。新しい、リミットブレイク、マット。あと、ちなみに、レッド13、どっちでもいいんですけどね。どっちでも打てます。ただ、火力、そっか、レッド13、あれがあんのか。マボアップのバフがあるから、今回はマットの方でね、リセットしましたが、それはちょっと手持ちの編成でいいと思う。あと、ちなみに、レッド13自体は別に魔法バフ使えるし、ね、そういった、二人持たせてもいいし、ちょっと回復の都合上、あんまりマットが魔法バフやれないんですよね。だから、まあ、パーティーによってはダブルヒーラー作戦も全然ありだしね、レッドのところをティファにするとかっていう方法も全然ありだろうし、そこはちょっと手持ちと相談ということで、はい。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。